ご存知でしたか？パスタを食べても痩せられます。そのパスタ、業務スーパーで買えるんですよ。あなたのために選んでまいりました。では早速ご紹介していきましょう。一つ目です。こちらです。オーガニック全粒粉スパゲッティです。もう見た目も、もう茶色いのですぐお分かりになると思います。でこちらのパスタがなぜ食べてもこう痩せることができるのか、理由があるんです。それはこちら、全粒粉だからなんですね。でこの全粒粉パスタというのは普通の、まあ、白いパスタに比べて低 GI 値食品、要するにあなたがそのパスタを食べた時にですね、血糖値が急上昇しにくい、緩やかに血糖値を上昇させてくれるパスタだからなんです。そのことであなたは脂肪をためにくくすることができるんですよ。いいパスタですよね。でまたとてもあの食物繊維が一般のパスタと比べて豊富ですから、あなたの腸内環境がきれいに整って、結果痩せ菌と呼ばれるその善玉菌がこう増える環境になるんですよね。そのことであなたは自然と痩せ体質になることができるんです。でまたこう白いパスタと比べて、この全粒粉パスタはビタミンやミネラルが豊富なんです。お米に例えると白米よりもこう玄米の方が栄養がありますよね。それと一緒、真っ白いあの精製されたその小麦のパスタよりも、こういったあのそのままついている全粒粉のパスです、パスタですと、こういった栄養がちゃんと、まあ、取れるわけなんです。もしあなたがダイエット頑張っていらっしゃるようでしたら、栄養不足のままダイエットにこういくら頑張ってもなかなかですね、痩せることができないんですよ。しっかりと栄養を取りながらダイエットをする必要があるんです。でまた自律神経の、ね、バランスもこう整えてくれる作用もあるので、その腸とその自律神経のバランスってすごく、ね、関係してるんですね。ですからあなたがその自律神経のバランスが整えば、腸内環境も整って、結果また痩せやすい体質になることができるんです。で私これおすすめなのがですね、この有機スパゲッティなんですね。有機栽培なんですよ。で原材料名が有機デュラム小麦のセモリナ全粒粉と書いてあります。でまたこの裏ちょっと見にくいと思うんですけども、ジャスマークもついてますから、もう本当品質も安心安全ですし、でこれがですね、内容量が 500g も入ってるんですよね。でイタリアです。原産国はイタリアで、茹で時間は平均で7分かかります。で結構ね、麺もあの細麺ですので、そのパスタで召し上がってもいいですし、あのスープスパゲッティですね、あとこうパキパキっと折ってスープにポンと入れてもあの美味しいのでおすすめなんですね。こちらが1つ目のパスタでした。では2つ目いってみましょう。こちらです。こちらはオーガニック全粒粉ペンネです。でこちらも、もう見た目もすぐ分かると思うんですが、すごく茶色いんですね。先ほどと同じです。お米例えた玄米と一緒、こちらも先ほどと同じあの成分入っています。栄養もそのまま残っていますし、低 GI 食品も本当に、こちらダイエット向きのパスタ、まあ、ペンネパスタですよね。でこちらもお伝えした通り、その同じです。原材料名が有機デュラム小麦のセモリナ全粒粉、オーガニック有機栽培なんですね。でこちらもここにちゃんとジャスマークが載っています。あの全く同じ会社ですよね、イタリアで同じマークですか。でこちらがですね、ただ茹で時間が9分になっています。やっぱりちょっとこちらのパスタと比べると茹で時間は多少かかるんですけれども、こちらはあのこういったパスタってこう波のギザギザが入っていて、こうソースにこう絡めやすくて味も染み込みやすくて美味しいですよね。でこういったあのやっぱりダイエット中ってパスタイコールこう太るって思うじゃないですか。で確かにね、こちらもあの食べ過ぎたら太りますよ。特にあのグルテンっていう、やっぱり小麦に入ってるグルテンが入ってますから、あまり食べ過ぎてしまうとその腸壁にですね、こうベターっとそのグルテンがこうへばりついてしまって腸内環境をまあ悪化させますから、食べ過ぎには注意なんですが、一般のパスタと比べたらもう絶対こちらがダイエット向きおすすめなんです。さあここからこの
ペンネを使ったダイエットに最適なおすすめパスタをご紹介したいと思います。レシピですね、作り方ご紹介します。で、あなたはパスタを食べるときどんなソースお好きですか？例えば、ペペロンチーノのようなこうオイルと、ガーリックと唐辛子、そういったシンプルなこうオイルのパスタでしょうか？もしくはこう濃厚なクリームにこう絡めたようなね、カルボナーラとかでしょうか？もしくはトマトソースベースでしょうか？もしあなたがダイエットにその頑張っていらっしゃるようであれば、クリームはですね、クリームかソース、パスタソースのおすすめ、やっぱりトマトベースがおすすめです。やはりトマトが持つ、ダイエット効果もありますし、オイル用の、オイルパスタですよね。例えばそうですね、オリーブオイルをベースとした、ペペロンチーノであればまだダイエット向きだと思うんですけれども、やはりオイルはカロリーが高いので取りすぎては NG ですし、特にクリームパスタはですね、やっぱり濃厚でカロリーも高くて脂質も大きいのでダイエット向きではないんですね。そこでおすすめはトマトソースベース、こちらです。こちらもですね、業務スーパーさんで見つけたんですけれども、これはイタリア直輸入のですね、クッキングトマトジュースなんです。でこちらは、1パックでこんなにちっちゃいのに、なんとですね 500g 入ってるんですね。で使いやすい裏ごしタイプの料理用トマトジュースです。そしてパスタ、リゾット、煮込み料理などさまざまな料理にご使用いただけますと書いてあります。で私こちらを選んだ理由は、原材料名をチェックするともすごくシンプルだったんですね。トマトと食塩だけなんです。で他のよくこうパスタソース見ますと、余計なですね、添加物がやっぱりどうしても残念ながら入っている。で特に注意していただきたいのが、調味料カッコアミノ酸などと書いてあるものは化学調味料ですごく腸内環境を汚してしまって、結果あなたはこうダイエットになかなか成功できなくなってしまうばかりか、お体も壊しますから、もうぜひぜひそういったパスタソースも手作りしていただきたいと思います。でそこでこのソース、トマトジュースを使ったもう健康的で痩せるパスタのレシピをお伝えしていきたいと思います。で材料は2人分です。で私が今回使うのはこのペンネの方、ペンネパスタが 100g で、これは1袋あたり 500g も入ってますから、5分の1ですよね。結構コスパ高いです。ペンネパスタが 100g で、あと玉ねぎは1/4個、ニンニクが1かけ、ツナ缶が1缶ですね。できればノンオイルがいいと思います。であとオリーブオイルが少々です。でまたソースベースの方の材料がこの A と書いてあるこちらですね。先ほどのこちらトマトジュースが 200ml で、こちらが 500g ですから、もう全然足りますね。もう約2回分あると思います。であとお水が 300ml、 あとスープの素、コンソメの素とかでもいいですね。私はグリーンコープさんのコンソメの素使っています。小さじ1に、あとはお好みで塩コショウと粉チーズを少々、後で振りかけていくということになります。では作り方です。すっごく簡単なんです。もう本当に鍋一つでできるんですよ。あちこち使わなくて良いんですね。だからちょっと深め鍋を用意していただいて、そこにオリーブオイルを入れますね、適量。そこにスライスした玉ねぎとみじん切りしたニンニクをこうよく色が変わるまでまず炒めてください。で炒めた後、そこにですね、オイルのツナ缶であればオイルをちょっと切っていただいて、水煮でしたらその水も切っていただいて、ツナ缶をそのお鍋にそのまま入れていただいて、でその後こちら A ですね、スープの素です。トマトジュース 200ml、 お水 300ml、 スープの素小さじ1をもう全部入れちゃうんですね。でそこで一旦沸騰させてください。で沸騰した後にこの最後ペンネパスタを 100g 入れていただいて、そのパスタがですね、茹で時間を目安に、これ9分でしたね、9分、茹でていただいて、でだんだんその汁気がなくなるまで煮込んでいただくんです。でちょっと途中その逆に水分が足りなくなってしまったら、ちょっとお水足してもいいんですけれども、とにかく水分が全部なくなるまでそのまま煮込むんですよね。でその後にお好みで塩コショウと粉チーズをこうパラパラっと、パセリあっても綺麗かもしれませんね、パセリパパッとかけていただいたらもう出来上がりです。
もう簡単でしょ、鍋一つでできるんですよ。もうすっごく簡単、しかも全粒粉のパスタですから、あなたがダイエット中だったとしてもその安心して召し上がっていただくことができるんです。私も普段ね、やっぱ小麦取るの控えてるんですよね、まあ、腸内環境を汚したりですとか、まあ、太ってしまうので、極力、まあ、お呼ばれとかじゃない限りあんまり食べないんですね。自分で作らないんですけれども、まあ、たまに食べたくなるじゃないですか。美味しいですしね。で、特に私高校生の娘がいるんですけれども、たまには食べたいって言われるので、まあ、そうだねごめんねって、なかなか小麦料理少ないよねって言いながら、あ、だったらやっぱり家族にもですね、やっぱり体に良いものを作ってあげたいじゃないですか。その時にこちらの全粒粉のパスタを使うんです。で、ちょっとね、普通のパスタと比べて少しね、まあ、もさっとした感じはありますけれども、ソースと絡めてたらそんなに気にならないですし、何よりもやっぱりダイエット向きですから安心ですよね。さあ、いかがだったでしょうか。今回はダイエット中でも美味しく食べることができるダイエット向きのパスタをご紹介しました。あなたも何もかも我慢するって辛いと思うんですね。ストレス抱えながらダイエットしてもリバウンドするだけです。ですから、しっかりと美味しいものも美味しくいただいてもらう。ただし腸内環境を汚さない、血糖値を上げない、こういったこう体に良いものを上手に食べながら、腸をきれいにしながらですね、どんどん健康的できれいに痩せていただきたいと思います。さあ、いかがだったでしょうか。このチャンネルではこのように様々な腸活法、健康法、ダイエット法をお伝えしております。そのことであなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録をしていただきまして、どんどんご参加くださいね。私も今とっても励みになっておりますし、もう本当に嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。